はい、皆さんこんにちは、マサでーすって感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、はい、今日もね、いきなりですけども、今日の吉岡里帆ちゃんからやっていきたいと思うんですけども、今日の吉岡里帆ちゃん、ちょっとね、いつもと違う感じなんですけども、これは30ノーツという写真集でね、映画をモチーフにした感じのやつで、撮っていくという、撮影していくという、ちょっとセクシーですけどもね、これは見て誰かと思い、わかりますかね。このね、ほくろのポイントでね、これね、何の映画だったかな、このね、マリリン・モンローさんの7年目の浮気っていうのかな、7年目の浮気かな、これをモチーフにした、1枚です。ちょっとね、いつもと違うリホちゃんでね、これ結構ね、いつもと違う、ほんとコスプレっていうか、ね、それに近いようなリホちゃんがよく見れるからね、とても楽しい写真集で、いろんなリホちゃんが見える写真集なんですよね。皆さんもよかったらね、購入したらどうでしょうかって感じなんですけども、そしてね、まだどんどんね、今日のシャッフルリホちゃんもやっていきたいと思うんですけども、今日のシャッフルリホちゃんはね、まだね、ここからね、やっていくんですけども、なんかね、最近、結構重なってね、出てるやつが多いからね、意外と違うやつも出てほしいんですけどもね、ドンって感じで、あっと言ったらね、ちょっといつもと違うような感じが出ましたね。ちょっとね、バレリーナの練習着か、っていうか、まあ衣装みたいなの着てる時のね、撮影してるリホちゃんなんですけども、とてもね、ポーズを決めてね、とてもセクシー、ちょっとセクシーな感じですね。綺麗セクシーな、リホちゃんでーす。この一枚が出ました。これもグラビアもちょっと珍しいかな。写真はあんまり出てないと思うんですけども、だけどね、まあこういうのもありますよーって感じでね、ここに置いときましょうかね。ゲトーさんのところ持っててください。もうちょっと前の方がいいかな。やっぱりシャッフルリホちゃん、縦、これを使いましょうかね。これ隠したらね、後ろの連中たちがあんまり見えにくくなるからね、ちょっとあれなんですけども、それでね、あとはね、またね、いろんなもんまたね、購入しました。最近通販でよく買うんですけども、まずはじめこちらドンって感じね、これブックオフ系で通販で買ったね。最近ね、ユニクロの CM でね、よくサザンの音楽流れてるんですよ。それでね、あ、これは僕持ってないんちゃうかなと思って、ちょうど今 CM してたやつでね、綾瀬はるかさんと内田裕美さんがやってる、ユニコの CM やったんかな。それで流れてきた曲でね、これ何の曲やったかなと思ってね、あ、メロディーっていう曲名やと思って、それでも CD 見たらね、あらへんわと思って、あ、これはちょっと買わなくちゃいけないなと思ってね、いろいろ調べたんですよ。君が涙を見せない、お前はってやつですね。ちょっと昔の流行った曲なんですけども、それがね、入ってるの、どんなアルバムに入ってるのかなと思って調べた、こちらドンって感じでね、鎌倉ってやつ、これを買いました。これに入ってるんですよね。ちょっと昔の、アルバムなんですけども、お手軽に手に入ったから良かったんですけども、これまたね、いろいろね、サザンを聴いていきたいと思います。結構僕サザンも好きなんですけどね。あとは、せね、ブルーハーツとかね、あの辺が好きなんですけども、まあね、ブルーハーツはね、まあ、YouTube で聞くのが多いかな。あとはサザンとか CD とかね、あんまりね、仕事場で聞くのに、ブルーハーツはちょっとね、ハードすぎるかなと思ってね、サザンばっかり持って行ってるんですけども、曲を流しながらね、作業をするとかね、結構自由な感じながらね、そういう風にやらせていただいてるんですけども、メロディーね、鎌倉、皆さんもね、サザンとか興味あった。ある方はね、どうでしょうかって感じなんですけども。そしてあともう一個、またメルカリで借りました。メルカリでね。何を買ったと言いますと、こっちはドンって感じで。こっちね、このパンフレットです。映画の。映画ホリック。このね、色調見たらね、ファンの方とかだったらピーンとくるんじゃないでしょうかね。蜷川実花さんのね、デザインっていうかね、関わった映画なんですよね。とてもね、蜷川カラーみたいな感じで、とても綺麗なんですけども、そこで、ね、リホちゃんはね、ジョローグモの役で出てます。主役は神木くんと、柴崎コウさんなんですよ。大体1時間50分ぐらいの作品で、これ漫画原作なんかな？それでね、2022年の作品です。そっからね、リホちゃんが映ってるところね、ちょっとね、付箋でね、してあるんですけども、こことかね、
ちょっと神木くんが怯えてたかな、神木くんも。こんな羨ましいんですけどもね。ジョローグもみたいな感じでね。あとはね、どこがあるかな。あ、ここ。吉岡里帆ってね。ここが出てるね。とても金髪も似合ってますね。これ実際に染めたのかな、どうかな、この時。ジョローグも役。あとはね、パラパラパラーって見せてね。あとは、まだね、あ、これ神くんくんじゃないんですけども、これは誰だったかな、相手役、羨ましいですね、リホちゃんとね。これも悪役の方の、役だったんですけども、リホちゃんもね。まあね、なかなかこの映画も見たんですけども、まあまあ、結構ね、主役は神くんとね、柴崎幸太さんだったんですけども、結構リホちゃんもいっぱい映っててね、とても良かったです。だからね、いっぱい乗ってるんじゃねえかなと思ってね、このホリックのね、あれを買ったんですけどもね、これぐらいですね、乗ってた。だけどコレクションとしてね、また置いときたいと思いますのでね、ホリックね、皆さんもね、また見たらどうでしょうかって感じなんですけども、まあね、まあ、この冬って言うたらね、丸と映画と、あとは正体だろ。またどん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 多分、リホちゃんもね、映画も出てくると思うし、日曜劇場がとても今のところ楽しみなんですよね。2026はタイがありますけども、タイがだったらね、もう毎週、日曜日はね、土日はね、週末はね、りょうちゃんデーっていう風にね、この動画の方からでもね、頑張っていきたいなと思ってるんですけども、そしてね、今回はまた買ってきましたドンって感じでね、フエラムネって感じで、フエラムネね、まだ出ませんな、ペラ怪獣、これね、前ね、これね、亡くなったって紙が出てきたのでね、一応もう一回書き直したんですけどもね、もうそう思ってたら、せっかく書き直したと思ったら、これまだ出てきよったからね、まあこれまた使っとこうかなって、一体ぐらい出てほしいんですけどね、年末までにね、これね、これ満タンになるまでね、出したいですね、これ満タンになるのが早いか、ペラペラ解除が出るのが早いかね、いきなり今日出たりするかもしれませんけどもね、結構ね、一箱買ってもね、出ない方もいろいろしね、二、三個買っても出ましたよっていう人もいるしね、とても不思議なんですよね。ちょっとカラカラ言うかな。もうすでにこのグレープのいい香りしてるんですよね。これここまで開けやんなんね、出せへんからね。たぶんまだこれ今日はラムネ食べると思うんですけども。じゃん。ああ、やっぱり、コマでした。困った、コマ取り姉妹ですね、これは。ほんまに。まあ、コマはね、出たら回すというのは儀式ですからね。まだまだ出ませんね。まあ、一気にね、5、6個、攻めで10、5、6個ぐらい買ってバンと開けてみてもいいんですけどもね、そんなの出るときは出るしね、出やへんときは出やへんって感じですからね。っていうふうに僕はこう、そう思ってるんですけども。まあ、今回は、ホリックの映画のパンフレットと、あと CD、このサザンオールスターズのね、この CD を買ったよっていうね、こう、もうちょっとしたらね、今年、去年やったかな、サザン記念、年だったからね、そろそろね、大きい、記念アルバムみたいな、ボックスみたいなの出ると思うんですけども、そうなったらまだお金かかるからね、ちょっとね、いろいろ困るんですけども、っていう感じで今回はね、メロディーっていうね、曲が入ってる、この鎌倉っていう CD を買いました。っていうお話でーす。はい、今回はね、この辺でお別れしていきたいと思います。はい、最後はね、シャッフルリホちゃんのバレリーナリホちゃんで、お別れです。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ではまたね。いつもありがとうございます。バイバイ。マサでした。